辻正信、評価は極端に二分されるが、野毛藩事件の際、関東軍参謀として危険行為を重ね、自らのご判断に基づく作戦で一個師団の壊滅を招くなど、大事な場面ほど判断を間違うという、参謀として致命的な欠点があったようです。辻は、満州事変を研究するように指示され、石原幹事と面会し、理念に圧倒される、そこから参謀も統帥権などは無視してやりたいことをやるべきである、という、下克上の思想を学ぶ。その後、辻はこの下克上を実践していく、マレー作戦、ニューギニア戦、ガダルカナル戦でも勝手な人事で軍と戦線を混乱させる。フィリピンではいわゆるバタン氏の行進と捕虜虐殺事件に関わったとされ、戦犯事件として裁かれるが、戦後逃亡した辻は生き延び、責任のなかった本間中将がその責任を取り処刑された。その一方で最前線では弾丸が飛び交う戦場で仁王立ちし、兵たちを叱咤激励した。体格が良く、体力と行動力があり、心遣いもできたことは評価が高い。しかし敗戦を知るや戦犯追及を逃れて7人の部下と僧侶に分け逃亡、後に帰国し先行参戦にという本を執筆している。その後、ラオスに旅立ち消息を絶つ。スパイと間違われて処刑されたとされている。